はい、どうも皆さん、ユハ版はユハイチャンネルに入って、そういうことでね、前回の動画でユハ版はをね、流行らせましょうということで、皆さんコメント欄でコメントするとユハ版はって言ってくださいってね、今ちょっとね、動画の冒頭で言ったんですけど、皆さんね、コメント欄でユハ版はめちゃくちゃいただきまして、本当にありがとうございます。いや、本当にね、デュエプの視聴者さん優しいなと思って、コメント欄見てね、ほっこりしていた、今日この頃なんですけど、今回のデッキは僕の不死鳥ということで、最速デスフェニックスね、使っていきたいと思います。いや、このデスフェニックスなんですけど、最近やっぱり増えてきたんで、いろんな方のデスフェニックスがね、増えてきてて、この間ね、デスフェニックス当たった時にホーリースパーク引いたんだよ、俺。相手のシールドカードだよ。おいおいおい、観念してくれよと。なんでお前デスフェニックスからホーリースパーク出てくんだよと思って、本当に握りしめてたオレンジジュースを思いっきりね、投げ飛ばしましたけど、それぐらいいろんな方がね、いる、このデスフェニックスは。なんで今回は、デスフェニックスの弱点は、前環境までちょっとトリガーが弱いことだったんですよね。トリガーが弱くて結構殴りやすかったんですよ、相手にしてると。なんで、その点も踏まえてナチュラルトラップ、デーモンハンド、プラントトラップなんかを、結構ね、トリガーを入れて、まあ、ハッピーラッピー、ハッピーラッピー、ハッピーラッピーバースで、ハッピーラッピーとこのコッコパルサ、メギラ、コッコルピア、ボルシャックバディ、ザークなんとかを使って、最速デスフェニックスをね、着地させて、そのまま殴り勝とうというね、デッキになっております。まあ、最速着地すればね、するほどデスフェニックスの価値というか、バリューは上がってくるので、いかに最速で着地できるか。ほんと先行の4ターン目に着地したらね、ほぼほぼね、勝ってしまうので、それぐらいのパワーはやっぱり持ってるので、最速のデスフェニックス今回作ってきましたんで、ガルザーク2枚採用してるんですけど、デスフェニックスね、万が一引けなかった時にコッコルピアからのガルザークでめちゃくちゃ強い動きができるんで、雑にガルザークぶん投げたり、ガルザークの能力で自分の闇のドラゴンが破壊された時に、相手のパワーが一番小さいクリーチャー1体破壊する。このね、破壊の効果が結構ね、ぶっ刺さることがあるので、ガルザーク2枚入れております。そして、潮流バジラ。これね、これがスパイスとなってんだよね、今回の。バジラピン刺し、めっちゃオシャレでしょ。いやいやいやと。お前ガルザーク3枚持ってねえだけだろうと思った人ね。いや、違うんですよ、と。このバジラね、デスフェニックスもガルザークも引けない。だけど、デスフェニックスは最速で着地した。だけど、次の一手が足りねえ。そうそうそう、潮流バジラいかがすかってね、もう相手にマナぶち込むんだよね。対デスフェニックスだと、相手ね、あんまりマナ貯めないこととかあるんだよ。ああ、デスフェニカーみたいな。じゃあ、まあ、みたいなことで、結構、マナのブーストとかね、甘んじることがあるんで、さあそこで潮流バージョン2枚ね、バーンとマナクライシスのようにね、ぶち壊していきましょうということで、結構このデッキね、まあ、最大連勝6連勝なんですけど、かなり今の環境、勝ちやすいというか、マジで対天文にも強いんで、ぜひね、作っていただければなと思います。よろしければチャンネル登録、グッドボタンもね、お待ちしております。では試合の方、行きましょう。行くぞ。はい、てことで対戦の方よろしくお願いします。ハンドめちゃくちゃですね。ハッピーラッピー、メギラ、デスフェニックス、ハッピーラッピーということで、ハッピーラッピー、バースへとしっかり涙サプライズを歌うことによって、自然マナも落としていくさ、ハッピーラッピー、行ってこいと、なんとデスフェニックス、シールドにもう一枚がいる。そういうことがね、怖いから、デスフェのネズミが怖いところ。さあ、ここ、ボルチャック、バディ&バディがね、引いたらここメギラ置いて、さあ、最速デスフェニックス、次のターン着地しますよと、やっぱりね、やりたいことやったもん勝ちなんだよね。青春なら、もう、忍たま乱太郎は一般教養のグリフォンフォンということでやっていきましょう。ここパルサ、さあ、進化、ボルテックス。最速、デスフェニックス着地しました。さあ、グリフィン、ドールということで。デスフェニックス、さあ、ダブルブレイク、シールド燃やしていくと。そしてね、次、ボルシャック、バディ&バディもね、いるんで、しっかりファイヤーバードもサーチできると。さあ、お相手し、ハンドがめちゃくちゃあるから、これ、デスフェニックスね、死ぬほど触りにくいんじゃないでしょうかと。で、プラントトラップも置いてさ、いけ。バディ&バディ。我らに力です。ここでザークゼフォルをしっかりサーチしていって。さあ、デスフェニックスダブルブレイク。これね、マジでね、最速着地すると止まらないんだよね、デスフェニックスって。これやっぱ強い。アクアル、サーフラム。だがこれデスフェニックス、戻しにくいが、ここもう相手、手札5枚を犠牲にして、バチコリとデスフェニックス戻してきますが、こちら引いています。ハッピーラッピーバースでさあ、涙サプライズしっかりと歌っていきましょうということで。で、さあ、メギラ置いて。まあ、ここも、このデスフェニー以外で殴らないと。さあ、ここガレックもお相手し諦めてさ、進化ボルテックスデスフェニックスと。ということで、これで対戦ありがとうございました。シールド焼却しながら、バディ&バディでの終わりですね。さあ、いけ。今、ヘリオステガ焼いて、さあ、ダイレクト、アタックザ・オブ・ザ・チャンピオン、対戦、ありがとうございました。はい、てこの対戦よろしくお願いします。さあ、ハンドはね、いいっすね。プラントラップ置いて、
ハッピーラッピーも弾いてるんでしょう。コッコルピアもバッチコリと弾いていくと。これ、ね、ザークゼフォル落とすか迷ったんだけどね。ワウイテッシュなんて、ウェブストライカー。ウェブストライカーほんまにね、やることやってるからね、青春なのね。まあ、やっぱりインターマンだと一般教育、これ何回言うんだ、京都。ということで、しっかりハッピーラッピーでデスフェニックスをしっかりと山の上にね、乗せていくと。ここ、ウェーブストライカーね、爆速で、このね、もうサピエンターク。サピエンターク、マジで小学校の頃、クソ弱ゴミカーだと思ってたけどね。マジでこの数十年後、俺の前に強敵として現れたらね、思いもしなかったですね。ということで、ね、もうゴリアテ&ゴリアックで、しっかりとこう、コッコルピアをバチコリと、やられていって、ここ一生サピエンタークでね、サピエンタークがこれ、バザガジールドラゴンになった瞬間、恐ろしいやと。さあ、これ、デスフェニックスを、落とすしかなかろうがと。さあ、ガルタケ引いてきた。やはーん、ハザーリア。ハザーリア。さあ、ここどうする？デスフェニックスはね、まあ、墓地からね、一緒できるんでね、これ。さあ、ハッピーラッピー置いて。次のターン出してもよかったかなと思いましたね、これ、正直。正直ね、次のターン置いて、でも次レインボーだったらあれだけど、一気にデフォルト一緒に出してあげればよかったかなと思いきや、その夢も儚く散りましたね。ただここ相手しサピエンタークをね、なんと生贄に捧げてくれたんですよね。そのおかげでちょっとねやりやすくなりましたね。ここでちょっと逆転の目が見えてきましたということで、さあザークゼフォルンバーガルザークいきましょう。宿のガルザークの出方マジでかっこいいんだよねこれ。やっぱね次のね新環境アルファディオスの宿だったりさ、多分ドルバルムの宿とか出るよね。それね、やっぱね、めちゃくちゃ宿は引きたいんだよね。なんだかんだ宿ね、引くとテンション上がるよね。さあ、デーモンハンドも引いていくと。さあ、ザーク、ゼフォルンバ。さあ、ガルザーク。ここでゼフォルが死ぬとお相手のウェーブストライカー1体持っていけるぞと。なんてお得なハッピーセットなんでしょうかと。だが、ここもお相手し。殴ってきますよ、ダブルブレイク。さあ、トリガーも引かない。さあ、どうするんだと。だが、ここで引いていく。シュートリガー、ハズロ、ドラモンハンド。で、ここでゴリアテを背負っていって。だが、足りないぞ。これだけじゃ足りない。だがもう一枚来ていく。さあ、ナチュラリー&トラッピングザアロー。さあ、ここで取っていって、シールドはゼロになりますが、ここ耐えましたね。ここ耐えたことによって、全然見えてきます。さあ、行きましょう。デーモンハンド。さあ、ここ。ザークゼフォルで当たることによって、ガルザークの能力で、なんと、全ジョリーなジョリーがね、できるということで、ここね、ウェーブサーク多分、縦ゼロとはいえ、ノーチュラルドロップ？おしゃれなの入ってるね。さあ、でもこのことによってね、コッコルピアからバディ&バディ。さあ、デスフェニックス着地とはいかないが、これマナに落ちたらいけたんじゃないかなと。さあ、ここコッコルピアサーチしていこうか。で、ザーク、ゼフォルも置いて。さあ、こっからですよ。デスフェニックスの本気はこっからですよ、ということで。さあ、相手ターン終了。多分一気に出したいんだよね、多分ね。それが怖いんだよな。で、コッコルピア置いて。さあ、行きましょう。進化、ボルテックスデスフェニックス。ということで、ここシールド昇格しながら、やっていきたい。さあ、ダブルブレイク。方向どうなるかと。アースラ。オッケー、ブロッカー立ってきたが、一体だけ何なんだろうか、逆にと。で、逆にこっちメギラ引けたんだろう。スピードアタッカーからの負けはなくなったと。さあ、一旦耐えれば勝ちなんですけど、なぜかね、ここもう勝負急いじゃったね。コッコルピアでビート刻んできました。ということで、対戦。あ、どうしよう。はい、てことで対戦の方よろしくお願いします。コッコルピア、バディ&バディ、ナチュラドロップ、ハッピーラッピーバースデーということで、早速やっていきましょう。エターナルソードはね、本当に最近多いね、もうエターソード。そういう時はね、やっぱバジルバチコリ。さあ、ハッピーラッピーでしっかりとこうデスフェニックス。これね、山札の一番上に置くっていうのがね、結構、いやらしい効果なんですよ。これね、後々分かると思うんでね、ちょっとぜひね、最後までご覧いただけたらと思います。どんな、どんな、どんな、ということで、ドナーがね、来たらね、やっぱナーガも増えてきましたよね。で、コッコのルピアと思いきや、ここはメギラなんですよ。なぜかといったらね、次、デスフェニックス最速着しますよ、これ。ファントムバイル飛んできたら、ちょっと発狂しようかなと思ってたんですけど、さすがに飛んでこなかったんで、まあ、バディドラゴン置いて、さあ行きましょう。進化、ボルテックス、デスフェニックス最速着地ということで、こうなれば大抵負けないですね。相手も4段目着地ということで、反応がね、まだあるんですよ。なんで、デスフェニックスを破壊したくないので、やはりここは、着地で相手もビート刻んできますね。さあさあ、デスフェニックス最速着地されたぞと。どうしようということで、デモハン置いてここしっかり、コッコルピア、ザーク、ゼボルがね、どっちも着地できるんで、2枚目のデスフェニックス引いた時に相当強いですね、この動きは。
で、まあ、トップでドラゴン引いてもね、ポッコリペアでコストがまだ下がってるんで、バジラすら次トップでも着地すると。アクアポインター。まあ、アクアポインターのハンデさも無意味なこと。さあ、アクアハラクスビートで盾がね、なってきます。ここメギラ引いていく。さあ来た。メギラメギラメギラ。さあさあ、メギラこれ強いぞ。実質ブラッディアリングだからねと。なぜ弱くしたんだと。で、ザークゼホル。殴って盤面をね、丁寧に処理つつ、さあデスフェニックスでシールド焼いていきましょう。こういう一方的なゲームがね、できるようになるんだよね。この最速デスフェニックス着地のことによってね、これ。はい、で、どんなんどんなんどんなんということで。さあさあ、まあ、ドナちゃんと。ドナ結構並べてきますね。さあ、ここバルサをしっかりと罠に置いていきましょう。まあ、バルサもやっぱ強いんだけどね。やっぱコッコルピアと組み合わせればサンコスマイナスあるからね。ネクロワーもこれで。またドナ回収されて、まあ、デスフェニー使ってる人ならわかると思うんだけど、大抵デスフェニックス以外で縦殴りたくないんですよね。まあ、なんで相手はまあブロッカー殴って、まあ、デスフェニーだけブロックしてれば、まあ、甘んじるだろうと。で、ボルシャック、バディ&ドラゴンということで、これでね、ハッピーラッピーをね、しっかり回収して出すことによって、ハッピーラッピーバースで、そして次のトップオブザデックが自動的にデスフェニックス、シークレットオブザプレミアムになるんだよね。さあ、ここでもお相手し、どうすることもないですね。ここで、もう無理だ。大佐どうした。はい、ってことでね、僕の不死鳥いかがだったでしょうか。やはりハッピーラッピーかコッコパルサ、そしてメギラから出てくる最速デスフェニックス決まった時にはね、もうほぼほぼ止まらないということで、そしてね、今回プラントトラップだったりナチュラトラップ、デーモンハンドをかなりの枚数ね採用してるんで、さっきのねウェーブストライカー戦のようにトリガーからね相手負けることあると思うんで、もうトリガー連発して、いやーここ力ねもうカウンターやぜみたいなねこともね可能になってくるデッキなんで、かなり無限大かなと思います。そしてガルザークの効果で、まあメギラとかねデフォルが乗っかると結構多面処理もね可能になってくるんで、結構ねこのデッキやはりデスフェニックスは全然ねまだまだやれる子なんでね、ぜひ皆さんね作ってみてください。デスフェニはね SR がね少ないことが結構売りなデッキなんで、結構作りやすいデッキかなと思います。ガルザークも、ね、1枚配布されたんで、今がね作り時だと思います。ということで、またね次の動画でお会いしたいと思います。チャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。